突然ですが、皆さんに質問です。自分のノートパソコンと古代の牢獄との共通点は何だと思いますか？両方ともロックできる。なるほど。その答えもありですが、ここで私が探している答えは、両方ともよく調べないと発見することのできない秘密やものすごいトリックがたくさん隠されている、なんです。今回はノートパソコンに隠された秘密を一緒に突き止めていくことにしましょう。1、職場のデスクに座っていて電話やメッセージを受信した場合、ノートパソコンから応答することができる。 MacBook でこれを行う条件は、スマホとコンピューターの Apple ID が同じであること。 Your Phone アプリを使えば Android と Windows 間の接続もできます。 iPhone と Windows 間での接続はできませんが、モバイル版とデスクトップ版を接続できるメッセンジャーは巷にたくさんあるはずです。 2、コンピューターで多くのことを行っていて、デスクトップが一つでは足りないという時にも、わざわざもう一つモニターを購入する必要はありません。ノートパソコンには必要な数のデスクトップを追加する機能がついているんです。 MacOS の場合はその機能はスペーシスと呼ばれており、コントロールと上矢印を同時に押すと、ノートパソコンの中で開いているアプリケーションが全て表示されます。そして画面の上部にカーソルを合わせると、デスクトップを追加するという機能が表示されます。 Windows では仮想デスクトップと呼ばれていて、タスクバーの検索ボックスの右側にあるタスクビューボタンをクリックし、新しいデスクトップをクリックすると追加できます。 3. ダイナミックアニメーション壁紙はスマホだけでなく、ノートパソコンの画面にもインストールすることができます。 MacOS メニューで Apple のアイコンをクリックし、システム環境設定をクリックした後、デスクトップとスクリーンセーバーの選択でデスクトップ写真をクリックしてから、ダイナミックデスクトップを選択してみましょう。 Windows にはこのような機能が内蔵されていませんが、同様の機能を備えたアプリをダウンロードすることができるはずです。 4. ノートパソコンをお休みモードに設定すると、通知やメッセージ、着信に気を取られることがなくなるはずです。 Windows の場合はスタートメニューの歯車アイコンをクリックし、システムを選んだ後、集中モードを選択して通知と通知ルールを設定します。このモードはアクションセンターから起動することもできるので、タスクバーの右側にある通知アイコンをクリックして見つけてみてください。 MacOS の場合、このモードを設定はシステム設定の通知セクションから行うことができます。でもこのモードをオンにするための最も簡単な方法は、2本の指でタッチパッドの右側から中央にスワイプし、三日月型のアイコンのお休みモードのスイッチをクリックすることですよ。 5. スクリーンショットを撮る方法はたくさんありますが、 MacOS には画面録画機能が追加されています。領域を選択し、サムネを編集し、スクリーンショットのタイマーの設定をしてみましょう。この機能を開くためにはコマンドとシフト、さらに5を押してみてください。 6. ノートパソコンの画面をテレビの画面に表示するために、わざわざケーブルを購入する必要はなく、ワイヤレスで行うことができます。ここで大切なのは、テレビにこの機能が装備されているということ。 Windows の場合にはアクションセンターを開いて接続をクリックすると、ワイヤレスデバイスのリストが表示されます。 MacOS の場合には AirPlay でこれを行うことができ、メニューバーに使用可能な Apple TV が全て表示されるはずです。さらに Chrome ブラウザを使って表示することもできます。 Chrome メニューでキャストをクリックし、ドロップダウンメニューからデスクトップを選択すれば、クロームキャストやクロームキャスト対応の画面にミラーリングできるはずです。 7. Windows と MacOS では音声入力機能をオンにすることができます。 Mac の場合はシステム設定からキーボードを選択し、音声入力をクリック。 Windows の場合はディクテーションの簡単操作を使ってスピーチを選択し、 Win と H キーを押せば音声入力できるはずです。 8. MacOS の開発者はスマートホルダーと呼ばれる非常に優れた機能を発明しました。これらのホルダーは素早く効率的に作業するために役立つ特別なファイルのフィルターです。例えば天文学に関連する巨大なプロジェクトを作成していて、それに関するファイルやドキュメント、写真や動画、コンピューター内のいろいろな場所にセーブされていたとします。そんな時にスマートホルダーを使えば、2、3回クリックするだけで全てのドキュメントが収集できるようになるのです。このやり方は次の通り。
ファインダーウィンドウでコマンドとオプションと M を押してみてください。そして検索条件を入力、そして星という名前のファイルや特定の機関に作成された写真などを入力してみます。 MacOS には膨大な数のフィルターがあるので、このスマートフォルダーはこれらのファイルをすべて一箇所に収集してくれるはずです。したがってダウンロードやドキュメントや写真や音楽などすべてファイルをフィルタリングできます。 9. スポットライトサーチは MacOS でファイルを素早く見つけるためのすごく便利な機能ですが、それに加えて簡単な計算機としても使えるんです。やり方はまずスポットライトを開いて検索欄で解いてみたい数学の問題を入力してみましょう。さらにスポットライトは内蔵されている辞書のデータを活用するので、検索欄に単語を入力すると辞書からその単語に関するデータをゲットしてくれます。さらに最も使える機能はあらゆる数量の変換、距離、重量、速さ、温度などを入力するとスポットライトはすぐに別の単位に変換してくれます。 10. MacBook のドックが目障りだと思った時の便利なキーの組み合わせはコマンドとオプションと D。 これを押すとドックパネルが画面から消え、さらにもう一度クリックすればパネルが再表示されます。 11. Apple のロゴを素早く簡単に書く方法。テキストエディターでオプションとシフトと K キーを押すとアップル社のアイコンが表示されます。でもこれが機能するのはキーボードのレイアウトが英語の時のみなのであしからず。12。皆さんは Windows のノートパソコンの Win ボタンをよく使いますか？そのボタンだけだとメインメニューを開くことしかできませんが、他のキーと組み合わせると非常に便利なのです。 Win と M かっこ D を押すと全てのウィンドウが最小化され、デスクトップが表示されます。Windows のボタンを押しながらプラスを押すと画面の拡大鏡がオンになり、ズームインやズームアウトすることができます。そして Win と E だとエクスプローラーを素早く開くことができます。 Win と R を押すとファイル名を指定して実行が開き、プログラム、ファイル、フォルダー、さらにウェブページを開くことができます。さらに Win と L を押すとデスクトップを素早くロックできますが、これはパスワードのあるアカウントを使っている場合にのみのものです。これでもまだキーの機能のほんの一部なのです。 13. MacOS の場合はコマンドを使って次のような便利な組み合わせが使えます。コマンドと上か下を押すとウェブページを瞬時に上下にスクロールでき、コマンドと1、括弧2、3を使うとブラウザに開いているタブを簡単に切り替えることができます。コマンドと1は最初のタブに移動し、コマンドと2は2番目のタブに移動するといった感じです。そしてコマンドと H は開いているアプリのウィンドウを全て瞬時に非表示にします。さらにコマンドとシフトと T を押すとブラウザで最後に閉じたタブをすぐに開くことができるのです。14。これは特別役に立つ機能ではありませんが、ほとんど知られていない面白いものです。ウィンダーを開き、ヘルプに行って、ウィンダーとはを選択し、ロゴをクリックしてみましょう。そうすると、ロゴブックが落下し始め、跳ね返ったり、海の波に揺られているように見えるはずです。皆さんはどちらが見えましたか？コメント欄で教えてください。15。スカイプには膨大な数の絵文字が隠されており、画面に表示された文字を書くと、犬と一緒にいる男性になり、こちらを書くと、ロックを聞いている顔が表示され、こうタイプするとダンスを楽しんでいる人の姿が表示されます。 16. Mac を使っていて他の人に見られたくない秘密のフォルダーやファイルがあるときにはそれらを非表示にすることができます。システム設定のセキュリティとプライバシーに行き、ファイルボルトをオンにすればハードドライブ全体が暗号化されるので、他人が内容を知ろうとしてもパスワードが必要になります。 17.MacBook へのアクセスをブロックする最速の方法はコマンドとコントロールと Q を押す方法です。 18. Windows のコンピューターを持っている人の中にはゲームをプレイするのが好きな人も多いはずですよね。 Windows 10のクリエイターズアップデートには特別なゲームモードがあるので、 FPS のレベルを上げてゲームのパフォーマンスを向
登場させることができます。 Windows 10のゲームモードを使用するためには次の手順で行ってみてください。設定でゲームをクリックし、左側のメニューからゲームモードを選択してみましょう。そうするとゲームモードのページにデフォルトでオンになっているスイッチが表示されます。そうでない場合には自分でオンにしてみてください。そしてゲームモードをオンにしたことにより Windows 10でゲームをプレイする場合には全てのゲームでゲームモードがオンになります。ゲームモードに関するレビューは曖昧なものが多く、さまざまなテストによると FPS を追加するのに賛成な声もある一方、あまり効果が見られなかったという声や予想とは反対だったというものまでいろいろあります。まあそれでも試してみる価値はあるはずです。でもコンピューターから煙が出始めてしまった場合には私のことを責めないでくださいね。今日何か新しいことを学べたと思ったら動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。